こんばんは。今週は日本遺産に認定された伊達名文化を特集しています。今日は政宗が藩の学問と産業振興のために始まった仙台御筆をご紹介します。仙台御筆というのはだいたい400年近くの伝統があるんですね。で、一番最初に始まったのがその伊達政宗公が下級藩士の内職にといって産業奨励ということで、その下級藩士の武士たちに教えたのが始まりなんですね。大阪から小村又兵衛というお抱え筆師を連れてきたということが始まりのようです。それからだいたい400年近くずっと続いているようです。原料からその製品まで一人の人が手を抜かないでその丁寧に作り上げる、そこに尽きることなんですが、仙台筆の特徴だと思っております。今うちではこういった書道をやるものを中心に作っておりますが、ぜひ一度試しに使ってみていかがでしょうか。一人の職人が一貫して全てを作る、まさに魂のこもった作品ですよね。皆さんもたまには筆を使ってお手紙を書いてみたりしてはいかがでしょうか。